1週間ホムラのお店が？そう、サボったりしないでね。やだよ、今週は部活の練習がいっぱいあるのに。いつも手伝いしてるのに夏休みまでお店番か。あ、そうだ、ミューズのみんなに手伝ってもらおうよ。8人いるから毎日1人ずつ手伝ってもらえば。頼まれ事を人に押し付けないの、信用なくすわよ。ギク。それじゃ1週間よろしく。やるしかないか。部活行きたいよ。あれ、ほーら花代ちゃん、観念して。やめて。のぞみちゃん、花代ちゃんだ。どうしたの？ほのかちゃんとゆきほちゃんがお店番してるって聞いたから遊びに来たんや。そうなんだ、嬉しいな。中に入って入って。じゃあ私と花代ちゃんの分のおまんじゅうを。あんこはダメなんです。あんこ苦手なんですか？違うの、実は毎日アイスを食べてたら体重がグググッと増えちゃって。グググッと。だからこの夏休みはアイスとあんこは我慢しようって思ってるの。なるほど。ほのかちゃんとゆきほちゃんには悪いけど、私今日は食べません。花代ちゃん、そう言いながらショーケースに貼り付いてるやん。あ、美味しそう。おまんじゅうもいいけど、おはぎもいいよね。我慢しようと思ったけど、また明日から我慢すればいいかもしれないし。おはぎ3つください。え、花代ちゃん一人でおはぎ3つ食べるの？はい、おはぎを3つお願いします。ホムラのおはぎはいつも絶品です。よかったら皆さんもご一緒に。おはぎとっても美味しかったですわ。苦しい。おはぎってどうしてこんなに美味しいのかな。お米の力なのかな。花代ちゃんがあまりに美味しそうに食べるから。全員おはぎ3個ずつ食べちゃったね。つやつやで甘くて美味しかったな。こんなにおはぎを美味しそうに食べる人って初めて見たかも。けどさすがにおはぎ3つはカロリーオーバーやね。そうでした。大丈夫だよ、明日からおはぎを我慢すれば。今日は食べないって固く誓ったはずなのに。おかしいな。花代ちゃん、うちと一緒に学校に戻ってダンスレッスンしようか。はい、摂取したカロリーを少しでも消費しなくちゃ。ちょっと待ってよ。お店番の人はどうやってカロリー消費すればいいの？お姉ちゃん、1週間のお店番の間に体重増えないようにしてよね。もう遅いかも。あのさ、お姉ちゃん。お？あの二人っていつもあんな感じなの？もう30分くらい話し合ってるけど。さっきも言ったじゃない、次の衣装は絶対メンレース。
思うのよね。あ、そうだ、スカラップレースにしない？刺繍がたっぷりのラブリーなレース。スカラップレースもいいけど、刺繍がたっぷりのものは材料費が足りなくなっちゃいそうだよ。材料費が足りないのはニコたちのアレンジでなんとかするしかないわね。そうね、面レースを何段にも重ねていくとかどう？さすがミューズのファッションリーダーズ、議論が白熱している。なんか想像してた衣装作りと違う感じ。二人とも衣装のことになると真剣になるからな。レース一つ決めるだけでこんなに話し合うんだね。ちょっとびっくりかも。ずっとあのままじゃ疲れちゃうし、ちょっと息抜きに声かけてみよっか。おーい、小鳥ちゃん、ニコちゃん、お茶のおかわりとかどうかな。私はチュールでパニエを作った方がふわふわになって衣装に合うかなって思ってるんだけど。この前の衣装もチュールレースを使ったわ。レース一つとってもちゃんと雰囲気を変えていかなくちゃ。衣装全体のデザインは変えてあるし、そんなに心配しなくても大丈夫だと思うけどな。レースはスクールアイドル衣装の要なの。だからここにはちゃんとこだわりたいのよ。それは私だってそうだよ。衣装の要だからこそ私も納得できるものにしたくて。おーい、小鳥ちゃん、ニコちゃん、新作の和菓子もあるから休憩しようよ。ほのか。あ、はい。ニコたち、今ミューズにとって大事な大事な大事な話をしてるの。ほのかの話はまた今度にしてちょうだい。はい。ユキホー、ニコちゃんに怒られたよ。お姉ちゃん、小鳥は今回の衣装に面レースを使いたくないってことね。今回の衣装は面レースだと雰囲気が優しすぎると思うんだ。でもニコちゃんが言う通り、いつもと同じレースじゃ飽きちゃうし。まったく、小鳥って衣装に関しては本当に頑固なんだから。お姉ちゃん、まさかこのまま喧嘩になったりしないよね。まさか、大丈夫だよ。大丈夫だよね。パニエでもいつもと違う雰囲気にしたいの。だからどうしてもニコちゃんのアイディアが必要なの。ニコちゃん、ないわね。じゃあパニエの裾にお花を縫い付けてみる？スカート全面に縫い付けるんじゃなくて、ステージで踊った時にお花は開くような。羽でもいいわね。一色じゃなくて虹みたいに少しずつ色を変えていけば、今までとは違うパニエになりそうよね。ニコちゃんって私が困ってる時にいつもいいアイディアを出してくれるんだよね。こだわりのないステージ衣装なんてミューズには似合わないものね。あ、固い握手をしてる。おお、二人の絆は固い。衣装のアイディアに詰まった時はニコちゃんに相談するのがいいみたい。そうでしょうね。またいつでも相談に乗ってあげるわよ。やったー。じゃあ手芸屋さんも一緒に行こうよ。いいわよ、最後まで付き合ってあげる。じゃあ行きましょう。ほのかちゃん、お会計お願いします。また今度遊びに来るね。え、二人ともマジ？
そうだね。衣装を作るのって大変なんだね。出来上がったところしか見たことなかったからな。ミューズの人たちをステージで見るのとこういうところで見るのってやっぱりちょっと違う感じ。そう？普段の部活もユキホは見てないもんね。うん。っていうか、そもそもお姉ちゃんとお店番すること自体久しぶりだよね。そう言われてみると最近はお店番も交代だもんね。毎日お店番なんて嫌だって思ったけど、たまにはいいかな。え、じゃあ私と交代しよう。お姉ちゃん、ほんとふざけすぎだから。ごめんなさい。ほのか、お店番はどう？ダンスレッスンの前に遊びに来たにゃ。今日もダンスレッスンに行けないよ。ほのかちゃん、かわいそう。かわいそうなんて言わないの。しっかりお店番をしてお母さんの負担を減らしてあげなくちゃ。ほのかちゃん、ほのかちゃん。ん？どうしたの？りんちゃん。あのね、今日はりんがお店番するよ。ほのかちゃんのお母さんにも内緒にしてあげる。りんちゃん、いいの？りんちゃん。うん。毎日お店番だけじゃ体もなまっちゃうでしょ。ちょっとだけでもダンスレッスンに行っておいでよ。ちょっとりん、そっちはお店の人しか入れないカウンターじゃない。うん、リンはちょっとカウンターに入ってきたい気持ちなんだ。こそこそ。ほのか、外に行く用事でもあるの？え、そろそろ外の空気が吸いたいなと思って。そう？ずっと座ってると疲れちゃうものね。じゃ、その間は私たちが待ってるわね。よし、これでバッチリにゃ。ただいま、おまんじゅう届けてきたよ。あ、あれ、お姉ちゃんこそこそ何してるの？えっと、あ、そうだ、私もおまんじゅう届けに行く用事があったんだ。外の空気を吸いに行くんじゃなかったの？あれ、そうだった。ほのかちゃん、バレバレだにゃ。まさか私たちを騙そうとしてたんじゃないでしょうね。あら、みんな来てくれたの？聞いてよお母さん、お姉ちゃんがお店番抜け出そうとしたんだよ。言わない。お友達に店番を押し付けたりしないようにって言ったじゃない。まったく、小さい子供じゃないんだから。ごめんなさい。逃げ出すほど嫌だったの？お店番が嫌なわけじゃないけど、部活に早く戻りたいんだもん。ほのか、部活に精を出すのはいいことだと思うわ。でもね、それだけじゃ心配なのよ。勉強のお説教だ。いつもテストはギリギリだけど、補習受けたりミューズのみんなに教わったりしてるし、そんなに心配しなくて大丈夫だよ。違うのよ、勉強のことじゃなくて。え？ほのかは学校のために部活を始めたでしょ？ほのかが学校のためにいろいろな活動をしているのはとってもいいことだと思ってる。でもね、学校のためだけに活動するのはやめてほしいの。学校のために無理はしないでほしいのよ。でも音の木坂はお母さんにとっても大事な場所だし。学校も大事だけど、お母さんにとってはほのかの方が大事だもの。お母さん、
ほのかは何でも夢中になったら一直線だから、いいことだとは思うけど無理するんじゃないかって心配になるのよ。だから部活も休ませたってこと？人手が足りないから二人に店番を頼んだのは本当。でもたまには部活以外にも目を向けてリフレッシュするのもいいかなと思ったのよ。そっか。でも大丈夫だよお母さん。最初は音抜き坂のためにできることをって思ったけど、今は部活自体が楽しくて仕方ないもん。もう学校のための活動っていうより自分のための活動になってるんだと思う。それならいいけど、自分自身を大事にっていうのは忘れないでちょうだいね。うん。じゃあさ、お母さん、ホモラのお店番より自分自身に必要な部活を優先してもいいよね。それはそれ、これはこれ、最後まで店番はしっかりやってちょうだいね。厳しい。お母さん、あんなこと考えてたんだな。あと少しお店番頑張ろうっと。海ちゃん、マキちゃん来てくれたんだ。ほのかがサボってないか見に来たのよ。サボりたかったけどサボらなかったよ。ほのか、正直ですね。ですがもうすぐ1週間、よく頑張りましたね。うん、お店番も結構楽しかったよ。たまには部活以外にも目を向けないとね。お、楽しかったならよかったです。今日は二人とも閉店までいてよ。最後だしいいよね。ね、無理よ。この後海と一緒に行くところがあるの。ずるい。図書館で勉強をする予定なのですが、今度はほのかも一緒にどうですか？図書館勉強、遠慮してきます。授業の内容でしっくりこない部分があったから海に教わろうと思って。へえ、マキちゃんって天才って感じだし、一人で勉強してることが多いからちょっといないかも。大げさすぎるわ。私にだってわからないこともたくさんあるし、海の方が学年も上だし私より博識なところもあるでしょ。ふーん、じゃあ海ちゃんの方が天才ってことかな。え、その天才から離れなさいよ。そうですよほのか、生まれた時期が少し違うだけで優劣とは何も関係ありません。生まれた時期か。どうしたのですかほのか。もしさ、ミューズの9人がみんな同級生だったらどうなってたのかな。何それ、そんなありえないこと考える意味あるの。もっと違うミューズになってたりするのかな。そもそも誕生日まで変わっちゃったら、私たちが同じ高校に通ってたかどうかもわからないんじゃない。ミューズがなくなっちゃうどころか、みんなと会ってすらいなかったかもってこと。だって前提条件から違うもの。ミューズが存在しなくても不思議じゃないってこと。そんな。だから今ミューズが一緒にいられることを感謝しなさいってことじゃない。そっか、そう言われるとそうかも。どうしたの海、さっきからずっと黙ったままだけど。確かにミューズが存在しない可能性は十分にあります。ですがどんな条件だろうと、私にはミューズが存在する世界しか想像できないんです。きっといつどこで生まれても、どんな生活をしてきても、私たち9人は
ミューズになれたのではないかと。おお、海ちゃん。海ってロマンティックよね。ま、そういうのも嫌いじゃないけど。ミューズはいつでもどこでもミューズになれる。あ、ほのかちゃん、お店番お疲れ様。迎えに来たよ。みんなありがとう。部活が恋しかったよ。ほのかが部活が恋しかったように、私たちもほのかが恋しかったのよ。一週間大変だったと思いますが、良い思い出もできたのではないですか。うん、思ったより楽しかったよね、ゆきほん。うん、お姉ちゃんとお店番もたまには悪くないなって思ったよ。ほのかちゃん、これから私たち練習しようと思ってるんだ。一緒に行こうよ。ほのかがいない間に私たちぐんと上達しちゃったんだからね。そうなの？ニコッチは大げさすぎやん。やっぱりほのかちゃんがいないと練習も閉まらないからね。お手伝いの後で大変だけど頑張ろうね、ほのかちゃん。うん、私はミューズのメンバーだし、部活が大好きだし、自分のために部活がしたいんだ。何それ、選手先生みたいなやつ。なんでもない。さあ練習練習。